とね、76個目の、資格を手に入れてきました。食品表示検定の初級ですね。この資格、食品表示検定っていう資格、私のね、大学の母校の水産大学校のね、食品科学科の学生がなんか取ってるみたいで、なんか食品科学科の学生なんか中級をね、取ってるみたいなんですよ。これ全員持ってんのか、なんか半ば強制的に受けさせられてるのかちょっとわかんないですけど、なんか受験してるみたいで、これはね、OB としてね、まあ私、食品科学科出身じゃなくて海洋生産管理学科出身なんで、まああんまり関係ないっちゃ関係ないんですけど、これはちょっと取らないかなと思って、ちょっとね、初級に挑戦してきました。これね、CBT 方式での、試験になるんで、まあいつでもね、受験することができる。あ、でも確かその試験の期間があったと思う。その期間内であれば、受験することができるっていうことで、ちょっとね、受験してきました。で、しかも今回みたいにこういう資格カードがね、手に入るということで、これはちょっと受験しないとダメだなと思って受験してきたんですけれども、とりあえずね、まあ、76個目の資格ということで。で、これまあ、7月にね、受験したわけなんで、この点数見ていただければわかる通りですね。もうね、情けないことにね、ギリギリね、ギリギリ、まあ70点で合格なんですけど、73点ということで、まあ、個人的にはね、結構ね、できた記憶があるんだけれども、なんかギリギリでね、嘘だろうと思ってね、まあでもとりあえずこうしたからまあいいっちゃいいんだけど、だ意外とね、侮ってるとこれ、下手したら不合格だった可能性もある試験なのかなというふうに思いますね。まあ、とりあえずまあ合格したから良かったものの、なんか舐めてたなと思って。で、一応ね、勉強方法なんだけど、まあテキスト&問題集か?テキストじゃないね。問題集だけなんだけど、これ、公式問題集、食品表示検定初級の問題集、これだけ。これだけやって、まあ、とりあえず、73点、ギリギリということで。大体ね、ここの問題に出てくる、ここに書いてある問題ってのは大体解けたかなと思うんだけど、確かにね、一部ね、理解できなかった内容があったとは思うんだけれども、でもこんなギリギリだったかなってね、ちょっとね、まあ、疑問っちゃ疑問なんだけれども、一首が7月4日ってだけであって、受験したのは6月の頭だったかな。下も記憶ないんだけど。まあ、ということでね、まあ、76個目の、資格になりますね。資格検定100個取るまであと24個と、いうことになってきましたけれども、ちょっとね、まあ、水産大の、話でもちょっとしましょうか。私の母校なんでね。まあね、水産大学校を卒業すると、まあいろんなね、資格が手に入ったりするわけなんですよ。まあ、私は別に対して特に資格は取らずにね、卒業しちゃったわけなんだけど、まあ強いて言うなら小型船舶の1級ぐらいかな。まあ、あとは個人的に取った、無線の資格。1級海上特殊無線技師だったり、あと航空特殊無線とか取ったかな、3級アマチュアとかも取ったかな、大学生の時はね、あんまりね、資格が取れなかったんだけど、ただその進み方によっては、例えば海洋生産管理学科の学生だったらね、航海士、ね、海技師の、免除、3級ですね、3級海技師っていうのが取れますし、まあ、機関士だったら、3級のね、機関の海技師免除取れますし、あとなんかそれ以外にもね、船舶のなんか衛生責任者かなんかの資格だったりとか、あとは、専攻科進んだ学生さんっていうのは、全員1級海上特殊無線技師と、あと1級小型船舶と、1級特殊小型船舶だったかな、が取れたはずですね。ああ、でもそれはあれか、改正だけかな。航海の方だけかもしれないですけど、まあそういった資格がね、卒業とともに得られたりするわけなんですけれども。あとね、実は技術士法っつうのかな、技術士の一次試験っつうのかな、そう、そのね、免除の一応対象になってるね、水産大学校の卒業生っていうのは。確か全員そうだったと思うんで、ちょっとね、今度実家、ね、お盆ぐらいに多分実家あると思うんで、ちょっとね、もう一回見直してみようかなと思うんですけど、もしかしたら私、技術士法の、資格を持っている可能性がありますね。もしかしたらですけれども、ちょっとね、ちゃんと探して見てみないとわかんないんだけれども、まあそういう、なんか、カリキュラムがあって、そのカリキュラムを全員取るように、強制的にね、取るようにさせられてるんで、技術士法の資格を確か、水産大の学生さんはみんな持っているはずですね。まあ懐かしいですね、水産大学校ね。まあ、私はね、まあ海洋生産管理学科で、まあ大体の学生さんはね、航海士の資格を持って卒業するんだけど、私は一直線工科に進まずに陸上のね、仕事を選んだので、そのまま卒業しちゃったんだけど、だけどね、実際問題、結局その航海士の資格取った人たちでも、結局ね、陸上勤務になる人も多かったし、で、いざ航海士として働いたんだけど、やっぱりこう人間関係でね、つまずいちゃったりだとか、またその、なんだろうな、社内のいざこざとかで巻き込まれちゃったりだとか、
まあそういったことがあって航海士を辞める人たちってのは結構たくさんいます。まあ、多分半分ぐらいは多分船を降りてるんじゃないかな。うん。で、その後、まあ陸上の会社にね、転職したりだとか、ね、なんかそういう、なんつうのか、やっぱ航海士やってると、まあ、英語がね、得意だったりするから、そういうまあ英語力を使った就職をしたりだとかっていう。で、まあ、はたまたも全く全然違う畑違いの仕事をしたりだとかっていう。まあいろんなね、みんな仕事してますよね。もうほんとね、人生何があるかわかんないですね。私もね、もう気づいたらね、水産とは全く関係ない自動車部品のね、仕事してますしね。もうほんとね、やっぱ人生何があるかわかんないですね。まあそのためにも、まあ、ちょっとね、資格をたくさん取って、人生何があるかわかんないから、なんかこう、予防線をね、張っておきたいなとか、人生何があるかわかんないから、YouTuber もやっとこうかな、みたいな。まあそんな感じでね、まあこれからもちょっとまあ YouTube の方もやっていこうかなと思いますけど、まあとりあえず76個目の資格取りましたんでご報告と、いうことになりますね。で、ただこのね、食品表示検定ですね、次回の試験からなんとこの資格証、資格カードなくなるみたいですね。いやーほんとね、最近なんかこう資格カードなくなる試験多いですよね。証検定だったりのああいう商工会議所系のね、試験もこういった資格カードなくなるし、他にもね、民間資格でなんか資格カードなくなるっていう、まあそういう試験が多いので、ちょっとね、まあ資格マニア的にはやっぱ資格カードが欲しいので、まあ残念なニュースですね。だから本当は初級終わったら今度中級取ろうかななんて思ってたんだけど、まあ、ちょっとね、もう資格カードもらえないんだったら中級は、受験するのやめようかなっていうふうに、思ってます。もう初級だけでね、食品表示検定に関しては終わりにしようかなというふうに思います。ということで本日は以上になります。まあこういったお遊び系のね、資格も、まあこれからバシバシ、取っていこうかなと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。それじゃあ、バイバイ。2階です。2階。